にちは、新州読書会の宮沢です。今日は哲学的雑談していきたいと思います。ニーチェの人間的あまりに人間的から紹介したいと思います。これニーチェ全集6巻人間的あまりに人間的2千曲学芸文庫からです。210ページ。富の持つ危険。精神を持つ者だけが所有を持つべきであろう。そうでないと所有は公共的に危険である。つまり、その所有のおかげで手に入れることのできる暇な時間の使い道を知らない所有者は、絶えず所有欲に駆られ続けるであろう。そして、この欲が彼の慰みであり、倦怠との戦いにおける彼の戦略であるだろう。こうして最後には精神的なものにはそれで十分と思われるはずの適度な所有の域を超えて本格的な富裕が生まれてくる。しかも精神的な隷属と貧困の絢爛たる産物としてであるということです。所有欲、精神を持つ者だけが所有しろって言ってですね、なぜかというと、精神のないやつが所有すると絶えず所有欲に駆られ続けると。なぜかというと、暇だからですね。まあ、ある程度所有した人は、暇な時間の使い道を芸術とかに当てるんでしょうけども、教養とか。まあ、無知は富と結びついて初めて人間の品位を落とすっていうショーペンハウエルのね、言葉がありますけども、まあ、何も知らない奴が所有すると集め出すってことですね、今度ね。もっと所有しようっていうのが暇つぶしになって、慰みであり、現代との戦いにおける戦略になると。で、精神的なものには十分と思われるはずの適度な所有の域を超えて本物の富が生まれてくると。で、この本物の富たるや、精神的な隷属と貧困の絢爛たる産物として、まあ、本格的な富っていうのは所有欲にかかられた過剰な富は隷属と貧困を生み出すってことですね。適度な富はまあ社会を豊かにするんでしょうけども、精神を持たないものの富っていうのはその富が隷属と貧困を生み出すということです。続きです。ただ富はその惨めな素性などおよそ想像もさせない姿で現れるが、それは富が教養とか芸術の仮面をかぶることができるからである。それどころかそれは仮面を買うこともできる。こうして富は貧しい者や教養のない者に嫉妬心を呼び起こし、もっともこれらの者は常に教養を妬むのであって仮面を仮面として見抜くことはしない。時代に一つの社会転覆を準備する。なぜなら、いわゆる文化の教授という、舞台文句の中の金メッキされた夜日と芝居じみた大いばりが、あの者たちに肝心なのは金だけだという考えを起こさせるからである。ところで、もちろん、いくらか金も肝心だが、しかし精神の方がはるかに肝心なのだ。ということです。ただ、富、本格的な富ですね。精神を持たないもの、無知なものが、適度な所有の域を超えて本格的な富を生み出すと、これは仮面をつけると。上辺だけの教養とか芸術の仮面を金で買ってくるってことですね。よく前、今の現代アートってそうですね。現代アートって金持ちが買うわけですね。まあ、転売目的で買ってるケースもあるのかもしれないけども、まあ、すごい値段つきますよね。あれは、ああいう、まあ、芸術作品、まあ、バンクシーじゃねえや。なんだっけ、バスキアの絵を何十億で買ってた起業家がいますけども。まあ、買うってことは一つの仮面をつけることですよね。まあ、精神性のなさを暴露してるんですけども、まあ、富っていうのはその惨めな素性を、覆い隠す形で現れてくると。
まあアメリカのね、なんかその現代アートってすげえお金、とんでもねえゴミみたいなステンレスでできたなんかウサギのぬいぐるみみたいなのに何十億って金ね、値段ついたりしてますけども、まあ仮面を買うんですね。でこの仮面を買った仮面が貧しいものや希望のないものに嫉妬心を呼び起こすと。でこの人たちはいつも常に教養を妬んでると。でその教養がない奴が買った仮面の芸術も憎むと。仮面を仮面として見抜くことができないからですね。で、肝心なのは金だけだっていう妬みを一般庶民に起こさせると。最近なんだっけ、文化資本っていう言葉ありますよね。私文化資本って言葉もなんだかよくわかんないですけども東京に住んでると文化資本が溢れてるみたいなね、いうわけじゃないですか。まあ上野とか行けばたくさん博物館とか美術館あるわけですね。学割があってたくさん見れると。であれ文化的に享受できるけど、ど田舎に住んでるとそういうのに触れる機会がないから、文化資本がね、都会の人、まあ私は都会の人の方がセンスがいいって、まあ東京ぐらいでセンスがいいって何なのかよくわかんない。まあパリとかに住んでてセンスがいいって言うならまだしもね、東京に住んでてセンスがいいっていうのは、まあ、あるんでしょうけども、あんまりそんな憧れないっていうか、なんかニューヨークにいてセンスがいいっていうのも憧れないですけども、なんか、そりゃ、仮面をつけてんじゃねえのかって私なんか思ってしまうんですけども、そりゃ、どういうことかっていうと、まあ、ニーチェの言ってる通りですよ。暇な時間の使い方わかんねえから、なんか現代アートに何十億もね、出して、自分の箔付けのために、作品買うみたいな人たちがいて、それに対して嫉妬心を起こすみたいな、まあそういうことがぐるぐる回ってて、でそこにある根底的なの、肝心なのは金だけだってことで、適度な富で、満足するって域を超えていくってことですね。まあ要するに肝心なのは金だけだっていうのはもう所有欲に駆り立て続けられるわけですよ。芸術作品も所有しなきゃ意味がないっつうか、とにかくそれが自分でこの作品の良さ説明できますかって、説明できないやつが買っていくってことですね。でそれに対して嫉妬、文化資本が豊かだからっていう、よくわかんない、嫉妬から出てる言葉じゃないですか、文化資本なんて言葉なんだか別にブックオフの100円のね、世界文学集めて読んでたって文化資本だと思いますけど、まあ理解する能力があるかないかの問題、精神の方がはるかに感じなのに、集めたことに満足するっていうかね、まあ所有欲ですね。まあ本もそうですよ、買うことが目的になってくるんですね、だんだんね。それは、まあ、作家、売れてる作家だったら、資料代として経費で落とすために、たくさん、古書とか買うのかもしれないですけども。ただ、所有に駆られて、読みもしない書物をやたら買うっていうのは、まあ、現代アート、金を沸かして買うね、なんか起業家とかあんまり変わんないし、まあ、本格的な富っていうのは、そういう長身のスカスカな、まあまあコレクター気質として現れてくるってことですね。そのコレクターに別に精神があるかというと、まあ別にないです。本当にあんだったら適度な所有でやめとくんじゃねえのかってことを、まあニーチェ言ってるんですよね。公共的に危険だってそういうことですね。どんどん所有欲に駆られて、まあ値段釣り上げてしまう場合もあるし、まあ嫉妬心を煽るっていうか、拝金主義をますます加速させるっていうか、まあそういうこと言ってるのかなと思いました。まあ以上です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。